ガスマンプレゼンツ田中みな実あったかタイムこんばんは田中みな実です土曜日の夕方この時間は皆さんに心温まる時間をお届けしたいと思いますこの番組は各界のスペシャリストをお迎えして人生を豊かにするヒントを教えていただきます本日も先週に引き続き元日本テレビアナウンサーでタレントの上田まりえさんをお迎えします 今日は独身アラサー女子の二人が恋愛や結婚これからの仕事について語りますお楽しみにガスマンンプレゼンツ田中みなあったかタイム先週に引き続き元日本テレビアナウンサーでタレントの上田まりえんさんをお迎えしています。よろししくお願いしますよろしくお願いします なんかタレントでっていうのやっぱり違和感あるななんかちょっとつっかえそうになってるもんねそうですねいやっぱ2009年の同期入社だからいやねまさかこうやってご一緒する日が来るとは本当ですよね TBS ラジオで本当にさて私たち独身アラサーでですね今年30歳ね今年30歳ですよ何月 ?9 月生まれですおじゃあ先にあそっかなみちゃんは私十11月だそうだそうだはい えー、どうしようなんか別に自分ではそんなに焦ってなくても周りに焦らされるというかあとこれ別にみんな意識してのことじゃないんだけど駆け込み婚というか多い多いよね29歳多かった多分別に20代のうちにしたいと思ってみんなしてるわけではないんだと思うんだけど、うん なんかそうなっているね。何なんだろうね。結婚式やたら多いもんね。ね、フェイスブック開くたびにもう愕然とするもんね。あ、そう。この子も結婚したんだっけ？この子もっていう。<laughs> <laughs> やっぱそうなると意識せざるを得ない年齢に差し掛かっているのかなという感じはしますけれどもねうん。ですね。ということで、<婚>そう今日は結婚とか恋愛感っていうのがテーマでやっていきたいと思います。はい。まずは結婚。 どういやもう、めっちゃしたい。あ、そう。もう今すぐにでも、いい相手がいたら、もう区役所、もう届けに行きたいぐらい。本当うん。今まで、結婚意識した相手はいましたは、いました。うん。二人くらいいたかな。二人うん。え、いくつの時にと、アナウンサー入社2年目から4年間お付き合いしていた人と、うん。えっと、ちょうど1年前ぐらいまで、 お付き合いをしてた方が、いて。一回も取られたことないよね。そう。それはね、なんでだか、わかるえー、なんでそれは全然、知名度がなかったからだよ。そんなことないよやめてよね、つってた。自虐するのやめてくれる本当に。いや、本当になかったの。じゃまりえちゃん、ネガティブすぎるって私が言うのもなんだけど。いや,いや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 あのね、本当に、今思えば、普通にデートしてたの。 普通にもうもうもう、私あの、全然こう、変装とかもしないし、うんうん、あの、普通にその当時お付き合いしてる彼と、あの、表参道、真っ昼間から、<laughs> まあ夜から手繋いで歩いてるし、<laughs> うん、電車も一緒に乗って移動してるし、ねね,ねそう。いやでも、撮られない方がいいんじゃない ねえ、でもなんか好きな人とだったら撮られてみたいな逆に。いや、これからそういう機会がありそうですけど。ねえ、相手がいれば <laughs> 相手がいれば、ねえ。じゃ今はいない。いやねえ、なかなかこの仕事になってから本当に出会いがなくなって。嘘、局員の頃よりもあるんじゃないですか、タレントさんの。みなみちゃんある私はない。嘘。ないし、あの、人との交流がない。ええー、なんかみなみちゃんすっごい社交的なイメージある。 ないんだよね。あのー、あ、そうそう。昨日、うん、日本テレビの元アナウンサーの馬場、うん、のリコさんと、二人でご飯を食べに行って、うんうん、その時なんか馬場さんも、ね、独身でいらっしゃるから、一、うん、人で行けるお店ってどこっていう話でも言えば。<laughs> 情報交換、大事。そう,そうそうそう。えええ、みなみちゃんは結婚したいとは思ったことはないのあるある、あるよ。うん、あるし、したい。 したいと思い始めたのは、うん、いつからとフリーになってからかな。あ、そうなんだ。フリーになってすぐは思ってなかったんだけど、うん、なんか、組織に所属しているって、会社にいるってさ、うん、いろんな人と関わらざるを得ない環境だったりとか、仲間がいるじゃないでもフリーって、事務所に所属して、その、事務所は確かに面倒を見てもらっているし、自分の居場所ではあるんだけど、うんうん、でもじゃあ、 なんだろうな。仲間とか、先輩後輩っていう感覚かって言われると、うち、ん、の事務所は違うから、うん、まあ宮根さんもハトリーさんもいらっしゃるけど、なんか困った時にすぐに相談できたりとかっていう感じの先輩方ではない。うん、まあね、事務所と契約っていうのはこう、社員になるわけでもなく、ね、なんかこう、取引先っていうね、そう。ことになるもんね。契約だから。ね。うん、うん。っていう意味では、 なんか、なんだろうな。孤独を感じることは増えた。いや、多いね。多い。うん、だから私毎日ジムに行ってるんだよ。ジムに行って。そう、決まった人に毎日会えるから。えぇ、ー、怖い。<笑><笑>なんで。ほら、トレーナーさんとかも、だかもう最近もう、ただいまお帰りだもんね。ああ、でも、挨拶が。<う>気持ちわかる。そういう場所を求める気持ちはわかる。だからやっぱ結婚したいってすごい思うよね。そうだね。うん、早くお帰りって。 言ってくれる人欲しいなっていう。お帰りって言ってくれる人がいるただいまお帰りうん。うん。ま、うん、まあそういうふうに言い合える関係ねい。いる人。うん。そっか。そういうのができる見込みもなくないね。全然出会いないね。一応タイプ聞いときましょうか。<laughs> 一応、一応ね。<laughs> 一応。夢を持ってる人がいいです。うん。あと、仕事を本当に頑張ってる人って、ま、すっごい当たり前なんですけど。うん、自分がすごい今、充実してて、めちゃくちゃ仕事楽しいし、うん、本当に毎日楽しいから、 なんかそこをこう、相手も、そうやって、言ってる人がいいし。え、じゃあその人が仕事を辞めてほしいって言ったらえー、仕事を逆に辞めてほしいって言われて、辞めてもいいって思えるぐらいまで好きになれる人に出会いたいなとは思う。あら。超大好きって思える人と結婚したいから。うん。そう、当たり前だけど。そう。え、まりえちゃん恋愛体質結構。<laughs> 結構惚れっぽい。えー。なんかね、すぐいいなって思っちゃう。 で付き合ったら好き好きってなっちゃうもう超ベッタベタ。ええそんな嫌そうな顔しないでよねえなんかイメージしにくいんだもんねえ、ほに。いや、あのね、今、伊集院光さんともラジオ一緒にやらせていただいてるけど、伊集院さんにも、なんか、植田ちゃんって、どんな人と結婚するんだろうね。 って言われて、うん、いや、本当私も知りたいぐらいですよっていう話をしてるんだけど、んどんな人と結婚するんだろうね、私ね。装飾系男子みたいなさ、うん、風に飛ばされそうな、<laughs> ひょっとした白い人と結婚しそう。ダメ、多分それ本当に私飛ばしちゃうと思う、その人。圧が強いから。ううダメなんかね、こちょっとね、そこはやっぱ乙女なところがありまして、うん ちょっとこう強引に引っ張ってくれるぐらいの人がいいんだよね。引っ張ってほしいんだ。うん。なんかもう自分が引っ張る感じになっちゃうと、すごい頑張っちゃうから、疲れちゃうんだよね。そっか。あと、イライラしちゃうと思うんだよね。えー、じゃあ、バツ二ぐらいのおじさん。バツ二のおじさんかー。どうなんか60歳ぐらいの人。いや、ちょっとあの、年は、なるべく近い人の方がいいかな。うん、へー。うん、今までの人たちも近い今までは、その、 最近、その、あげた二人は、年下だった。年下うん。うん、ええー、年下七つ年下だった。七つ年下うん。ー何それ、やるいや、なんか、弟がね、いるんだけど、私、七、うん、歳年下なの。なんか、弟と同い年の子だったんだけど。余計に見られなくない、恋愛対象として。いや、なんか、弟もうすごい仲良くて、本当大好きで。うん、なんか、なんかこう、逆に、もうすんなり別に、こう、自然と。 ええー、私、年下、ちょっと、あんまり範囲に入ってないかも。あれ上何歳上ぐらいが理想なのうーん。自分よりも、上であれば、うん、そうだな、だから今、今年30だから、うん、35歳ぐらいまでの人がいい。うん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 。普通の感じ。ちょうどいいよね、ちょうどいいよね。うん、昔は、すごく年上がいいとか言ってたんだけど。え、何個ぐらい、うん ええと、20代前半で、付き合う付き合わない別として、いいなって思ってたのは40とかの人。ええー、結構上だね。うん、でも、付き合ったりとかしてないし、うん、そういう関係になったこともないんだけど、うん、でも、なんかそういう人って、自分のわがままとか、子供っぽいところとかも全部包み込んでくれそうって思ってたの。ただ、なんか、結婚して、子供を産んで、で、 一緒に運動会とかなった時に、やっぱり若い方がパン食い競争とかちゃんとやってくれるのかなとか思って。パン食い競争ね。足も連れちゃって転んじゃうからね、お父さん。心配になっちゃうから。確かに。骨折とかされたら困っちゃうもんね。ちょっとおじいちゃんになっちゃったらね。自分よりも先にね、まあ何があるかわからないけど、まあ順番で言ったら、そう、先立ってしまうとか考えると寂しいから。年が近い人の方がね。そう、年近い人がいい。タイミングでね。 確かに。ええー、どっちが先に結婚するかね。いや、私先にするわ。なんかね、ポンってしそうな気がすんのよ。いや、もうここは<な>行きますよ。んうん。人、人知れず、け人知れずってなんかちょっと、<laughs> ちょっと待って。失礼だね。ちょっと待って。<laughs> いや、もう頑張って新聞の一面飾れるぐらいになれるように頑張るよ。<laughs> 一面飾るの <laughs> 頑張りたいなすごい。<laughs> だって記念になるじゃん。 一面飾る <laughs> 飾れるぐらいのね。じゃあやっぱ野球選手とかと結婚した方がいいよ。有名人と結婚した方が一面飾れるんじゃないいやーでもそこはもう自分のね、力、うん、さ、無理だな。無理だな。<laughs> いやー、まりえちゃんはでもなんかもう未知数だからどうなるかわからない。<laughs> 自分もね、どこの方向に向かってるかわかんない <laughs>、うん。 <laughs> 私はね、3面ぐらいで書いてもらえる、芸能欄に書いてもらえればいいかな。ほんとね、もう、あの、うん、一行書きじゃなくて、ちょっとちっちゃくてもいいから、顔写真載せてもらえるとは別いいよね。せめてね、せめて。まあ、それではですね。はい。アラスさんの将来のお仕事。はい。お仕事、将来、将来のお仕事。やりたいこといっぱいあるな私、一回の人生じゃ足りないと思うんだよね。そう、私真逆。そう。もう全然やりたいこと特にない。えっ 今,今後は何をやりたいのえー、結婚して、うん、ケーキとか焼いてたい。<laughs> <laughs> 専業主婦。で、たまにちょっと仕事してみたいな。うん。曲穴の頃の方がもっとギラギラしてたし、うんで、辞める直前とかは、もうこんなことしたいし、あんなことしたいし、うん、っていう気持ちがすごくあったの。だけど、フリーになって、で、外に出て、で、そうするとさ、いろんなことが見えてくるわけじゃないうんうん、うん 自分が本当にね、意の中の変わずだったなっていうことに気づかされてで、自分のその立ち位置、キャリアではできないことが分かって、うんうん、まあできることも分かるんだけど、うんうん、で、そうすると、諦めがつくこともいっぱいある。あーなるほど。それが、こう、ふっと自分の中で気づいた時に、そのキャピキャピみなみちゃんがいなくなった感じなのかな。まできるけどね。<laughs> ビジネスキャピキャピ。そうねそう。だからね、私はね、やりたいことが今のところ、 ない、ないっていうと語弊があるかもしれないけど、あの、わからなくなっちゃった。でも、その逆に、まっさらだったら、またなんか、チャンスだもんね。そうそう、いろいろ来るからね。視野広く。うん。でも、5年後、何してるとか、10年後、どうしてる何をしていたいっていうのが、全く見えなくなっちゃった。ねでも、わかんないから楽しいよね。うん,うん。でも、マリエちゃんはあるでしょうん、いっぱいある、やりたいこと。まあ、あの、まあ、あ まず、松竹芸能っていう事務所に入ったからには、その体を張る仕事があるっていうことも覚悟してて、うん、まあバンジージャンプももうやったし、心霊スポットロケももう行ったし、で、まああの、もうね、コントデビューもしたし、うん。あと、何まあ、一からネタを作って、ちょっと、あの本当にお笑いの勉強もしてみたいなとも思ってて。お笑いをお笑いもすごく興味がある。え、え、芸人さんになりたいってこといや、あの、 自分のやっぱりその幅を広げるっていうことで、せっかくその、まあ、今までにいた先輩たちとは全然違う人たちがいる環境の中で、やっぱ笑うことってすごいことだと思うんだよね。うん、人を笑顔にすることとか笑わせることって。うん、それを、やっぱり、せっかく芸人の兄さん姉さん方がいるんだったら、その、まあ、ノウハウ基礎を教えていただきたいなっていうのはあるかな。<ー>でももちろんその先輩方プロでやってらっしゃるから、そこの畑を荒らそうとは思ってないし、ただ、 そういうお笑いっていうものも身近な存在だからこそ一つ何か自分のまあ手段としてできることが見つかればいいなと思ってるし。えー、まああとはあの、まだ球団職員になるっていう夢は実は捨ててなくて。そうなのそう。 わかんない。もうずっと芸能の世界にいるのがもちろん目標。もう70歳になっても80歳になっても芸能界にいるのが私の今の目標だから。えー、そうなのう死ぬまでこの仕事してたいって思うし。へぇ、えー。うん、それで野球職員もやりつつそう、それはね、本当に夢でじゃん。と相談だね。そう、そうなの。でも、あの、タレントとして、まあ本当にその皆様にまず覚えていただいて、あまあ野球のこともしっかり本当に改めて勉強していく中で、 例えば、どこかの球団さんだったりとか、と、こう、コラボして、イベントの企画や運営やプロデュースみたいなものも、やりたいなと。へえ<ー>。なんから今年の目標は、始球式をやること。ああ<ー>。うん。やってそう。その入り口として、ね、なんかこう、野球と接点がどんどん増えていけばいいなって思ってる。うん,うん。なんで、もしあの、このラジオを聴いてる方、球団の方いらっしゃったら、ぜひ、上田まりえまで始球式の依頼、お願いします。 <laughs> いうことでやっぱ叶うことはいっぱいあるから。<laughs> ね、本当に。うん。いいね、目標がいっぱいあると。うん、本当になんか、こんなにやりたいことが、この年齢を重ねても見つかるっていうことはすごく幸せだなと思うし、でもそれはあの、そういう環境を本当にあの周りの皆さんが作ってくださってるからだし、うん、まあそれをやめるときに本当に頑張ってって背中を押してくれた日本テレビもそうだし、うん、本当にもう人のありがたみを感じる荒さですね。うんうん なんだかんだで、まりえちゃん、すごいなんか人に恵まれて。いや、本当よ、いい感じで、これからの道を開拓してる感じがするよね。いやいや,いや本当人と運にだけは恵まれてるね。う,ん、うん。あとは自分の決断力だよ、やっぱり。最後はそこだって。<laughs> すごいと思う,う、ね。勢いだけはね。う,ん、うん。さあ、お知らせに続いて、この番組、あったかタイムですので、はい。心温まるお話し,していただきます。ガッツマンプレゼンツ。 田中みな実あったかタイム田中みなあったかタイム本日は元日本テレビアナウンサーでタレントの上田まりえさんをお迎えしています上田さん、はい、何か心温まる出会いや体験思い出ございますかやっぱりねこのアナウンサーという仕事をしていった中でいろんな方にお会いする仕事じゃないですか、うん あの、高校サッカーというのが日本テレビはあって、毎年お正月に。はい。その応援リポートだったり、ベンチリポートみたいなものを担当してたんですね。で、そこで知り合った当時高校3年生の男の子がいるんですけど。最近、ある嬉しい報告をいただいたんですね。うん、っていうのが、あの、その子は高校3年生で、プロから声がかかって。 あるプロのチーム入って J リーガーになったんですよ。すごいで、その時に、まあ、その J リーガーも内定してる時にその子取材で知り合って喋ったんですけど、まあ、お互いね、結構ネガティブだったんですよ。あの、私も仕事ですごく悩んでいる時で、うん、高校生の男の子になんかそんな話するのも変なんだけど、お互いなんかうまくいかないこと多いね、みたいな。なんか全然自分に自信ないし、でも自信ないからこそま、頑張れてるけど、 でも、どうしていいか分かんないよね、みたいな。うん、そんな話をね、取材しながらしてたの。うん、で、まあ、あの、本当ね、情けない話、私、七つも年でも社会人なのに、高校生の男の子にそんな話して、でも、すごく元気ももらったし、勇気ももらったし、あの、お互い頑張りたいねって言って、あの、手紙をね、後日お礼の手紙をお送りしたんです、その子に。ああ、マリーちゃんから。はいで。そしたら、お礼のお返事が返ってきまして、 そこからあのメールのやり取りをするようになり。うん、で、あの、まあ、最近ちょっとプロ入って練習楽しくなってきましたとか。まあ、苦しいけどでも頑張ってますとか。そんな報告がね、ちょくちょく来たり。うん、で、私も私で、ね、最近こういうレギュラー決まったんだよって言って、私も頑張ってるよって言ってやり取りしてたんですね。うん そしたらその子ね、なんと1年でね、ちょっとクビになってしまって。ああ<ー>。そう。J リーガーの道はちょっと絶たれ。厳しいもんね。いや、本当にね、高卒1年目でね、頑張ってたんだけど、試合ももちろん全然1回も出なくて。そしたら彼は、もともとあの、すごく公立の進学校にいた子だったので、あの、大学受験をして、うん。前期で受かってですね、国立の大学に。いやー、立派。で、今度はその、まあ、新しくね、国立の大学で、サッカーを、サッカー部に入って、 ジェリーが目指しますって、また元の場所に戻れるように頑張りますって言ってサッカーをやってたんだけど、うん、まあその間も連絡取ってた中で、まああの、この度、あの、就職が決まりましたと。うん、で、サッカーもこの4年生の今年のこの最後までにしますと。あの、頑張りますって、今までありがとうございましたって言って連絡来て。いやー嬉しかったですね。うん、あの、苦しい時に、 やっぱ出会ってる人だからこそ、苦しい時に、その、お互い、まあ、苦しみというか、まあね、お互い頑張ろうっていう気持ちを共有した子だからこそ、取材相手ではあったし、7つも年下の高校生の子ではあったけど、なんか同志っていう気持ちがしてたから、なんかで、私もその間に会社を辞めたし、もちろん会社辞めるときその子にもちゃんとこう、報告のね、メールをして、そう、頑張ってくださいって言葉をくれて、で、逆にそしたら、ね、彼は彼で、 また、サッカーをやめるっていう決断を私にそうやって言ってくれて、お互いじゃあ新しいことしっかり頑張っていこうねって、なんかそういうことをこう言い合える人が、 見つかったっていうのは本当にアナウンサーっていう仕事をしてて良かったなって思う瞬間ですねう,ーんうん。人と人とのつながりがしっかりあるお仕事ですもんね,ね本当に心に触れる仕事ですしやっぱりあのまあ、スポーツ中継をやっていて特に思っていたことはその人の人生を伝えることじゃないですか、うん、その競技の瞬間はサッカーだったらたった90分まあ、野球だったまあ2時間3時間とかかもしれないですけど でも、その90分や、まあその2、3時間っていうのに、その人の、まあ何十年分の人生が凝縮されているわけで、その人のすべてだし、だからこそ無責任なことは言いたくないし、まあ怪我だったりね、なんかいろんな、やっぱりナーバスなというか、うん、ことがある中で、やっぱプロとしてやってらっしゃるから、そこをこうちゃんと本当にその人にとって、 放送してもらってよかった。いい思い出になってよかったって思ってもらえるようなリポートがしたいなと思ってスポーツの仕事はしてました。うん,うん。ええー、やっぱり、アナウンサーの仕事を辞めたのもったいなかったんじゃない <laughs> って思っちゃうぐらい、<laughs> うん、私全くスポーツやってなかったから、うん、現役の頃も今も。うん、そっか。一度もない。だから <laughs> そなかなかなそっか。うん、スポーツの現場って触れたことがないところだけど、なんか、 マリげちゃんの、ね、今のお話だけでも魅力がすごく伝わったし、うんうん、なんかスポーツの見方が変わるなって思ったから。いやね、だからそれぐらいアナウンサーの人は本当に取材時間もそうだし、うん、あと何を言うかっていうのを本当にすごく考えながら実況してたりリポートしてたりするから、ぜひ見てる皆さんにも、あの、そういった部分をなんかちょっとでも感じていただけると嬉しいなって思いますね。うん、心温まりました。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。 さあ、二週にわたってお越しいただきましたけれども、上田まりえさん、はい、いかがでしたかいやー、なんか、みなみちゃんと、っていうことで、本、うんと緊張してたんですよ。お話しいただいてから。<当>でもあの、みなみちゃんが、ぜひっておっしゃってくださってるっていうのを聞いてすごく嬉しかったし、<laughs> あ、い光栄だなと。<laughs> 同期。いや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 、うん、あの、やっぱね、同期ですけど、やっぱりその、 私はテレビでね、ずっと南ちゃん見てて、すごく尊敬してたすごくあの、プロフェッショナルだなと思って見ていたので、ね、だからこれ、こんな声かけていただけて本当に光栄だし。まあ嬉<ー>、うん、しい。また仕事をね、どこかでする機会が自分も増えるように頑張りたいなと思ってますんで、<laughs> ぜひお手柔らかにお願いします。<laughs> なんかいちいち体育会系なんだよな。<laughs> 怖いのよ、圧が。ごめんね。い <laughs> いえ大丈夫ですよ。<laughs> あの、最後に告知等あれば教えてください。はい、そうですね。えっと、7月30日の土曜日の午後3時からですね、うん、あの、小竹芸能に、新宿に角座という劇場がありまして、はい、そちらで、えー、鳥取のイベントを開催します。鳥取出身。はい、そうです。私、鳥取出身で、鳥取ふるさと大使をもうやらせていただいてるんですけれども、<ー>あの、同じく、小竹芸能の、あの、兄さんでですね、安田大サーカスの団長さん、うん、実は、 ふるさと大使なんですよね。鳥取の高校出身ということで。<ー>あとあの、境港市、私、境港市出身なんですけど、その出身で、同じ、諸畜芸能の兄さんである、みょうちゃんさんという芸人がいるんですが、うん、その芸人さんと、三人で、あと、鳥取の平井真司知事をお迎えしまして。すごいそうなんですよ。<laughs> 知事のスケジュールをいただきまして、<ー>イベントを開催することとなりました。ちなみに、まだ何を喋るか全く私も聞いておりません。なるほど。が、あの、鳥取のことを少しでも皆さんに知っていただきたいと思いますし、楽しい時間になること間違いないですので、ぜひ劇場に足を運んでいただけたらと思います。 告知も完璧。ありがとうございます。私も行きたい。本当 <laughs> うん、スケジュールライはぜひ行かせていただきたい。6月30日からチケット発売ですので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、2週にわたってタレントの上田真理恵さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。エンディングのお時間となりました。2週にわたって上田真理恵さんにお越しいただきました。真理恵ちゃん TBS ラジオでも、はい。 朝やってますもんねそうですね今あの「の伊集院光とラジオと」という番組の通うアシスタントを務めさせていただいております、えー、朝8時30分から11時まで2時間半の生放送ですぜひ聞いてください伊集院さんとお仕事できるなんて本当に羨ましいですいやいやいやもう本当に毎日私も感動してますし毎週毎週本当ト感動してて少しでもねなんかこう伊集院さんについていけるようになりたいなともがく日々です 楽しみに聞いてます。いやもう本当に <laughs> ありがとうございます。もうどうしようこれからもう喋るたびに南ちゃんの顔が浮かんできそうで緊張する。南、ね、ちゃんにプレッシャーを与えるのが楽しくて楽しくてもうやだやだやだ。<laughs> もうもうもうしっかり受け止めました。<laughs> <laughs> ぜひ聞いてください。はい。えそれでは皆さん暖かな週末をお過ごしください。お相手は田中みなみと上田まりえでした。また来週。